元中日ドラゴンズ選手の中村武史が元東京ヤクルトスワローズ監督古田敦也の YouTube チャンネルにゲスト出演。その中で星野仙一元監督の伝説を語った。さらに中村氏はケータリングがあるでしょう、試合が始まっておにぎりやサンドウィッチがあるんですけど、途中それをボコボコ蹴って投げて飛ばした時が神宮であったんです。試合が始まったらみんなで避けようということになってと振り返る。神宮球場で事件が多かったと話す中村氏は、立浪がゲーム中によほどお腹が減ったのかおにぎりを食べたことを見られて、立浪にはあまり怒らないので試合後のミッティングで、試合中におにぎりを食べているバカがおる、明日からバナナにしろってなって、そしたら誰かが勘違いしたのかケータリングが全部バナナになったと笑った。立浪に悲しき過去、全てはつながっているんや。虐待の連鎖なんだ、スタッフの勘違いだったのか。よかった、立浪さんは悪くないんだ。エピソード0は出た。エピソード0って何かさ、食べ物粗末にするなや星野か。星野の悪いところだけ受け継ぐ男、連れたいが面白い。エピソード0はさ、これが原点やね。星野を継ぐ男、古田の方程式の中村さん絶好調やったな。受け継がれる星野石、ベースっぽいな。星のイズムとかいういらない要素を無理やり取り入れる男。なんで星野も立浪には甘いんや。米騒動伏線回収されすぎやろ、鬼滅の刃かな。武士は星野エピソードで死ぬまで食べていけるのずるいわ。クレヨンしんちゃんの敵キャラみたいな悲しき過去やな。今回の米騒動でバナナは置いてあるんかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いいたします。